ブライダル TV をご覧の皆さん、こんにちは。ブライダル YouTuber の中西由美です。今回来ていたお悩みはこちら。彼と婚約中ですが、モヤモヤしています。以前彼と食事中に、今度君の親に挨拶に行くわと言われて、わかったと答えたのですが、あれがプロポーズだったと言われてしまいました。こんなプロポーズってありなのでしょうか、というお悩みです。最近増えているなんとなくプロポーズ、プロポーズをしっかりしてもらわないと、どうしても女性側はモヤモヤしてしまいますよね。そしてそれを一生引きずっちゃうという女性でもいらっしゃいます。ということで、今回はプロポーズだったか判断しかねる時の対処法などについてお伝えしていきます。では行きましょう。わかりやすいプロポーズの言葉は、結婚してくださいですよね。ただこれをはっきり言えない男性側の理由としては、恥ずかしいとか自信がないし必要ないと思ってるっていう声もあったりするんですよ。でもその他には、自分ではプロポーズしたつもり、これが一番怖いんですよね。なので、今から私が言うフレーズを彼から言われたら、それはプロポーズかもしれません。まず一つ目は、うちの親に会う。今回の相談者さんのように、ある程度お付き合いをしていて、彼自身の親に会わせようとしたり、彼女の親に会おうとするっていうのは、プロポーズの可能性としては大きいです。彼が挨拶したいだけって言ったから、親に会わせてみたら、彼女と結婚しようと思ってますって親の前で初めて彼の結婚の意思を聞いたという女性も実際いらっしゃいました。あとは、ずっと一緒にいたいっていうのもプロポーズとして伝えたっていう男性もいらっしゃいました。でもこれ分かんないですよね。まだただの愛情表現で勘違いやったら嫌やし、言うんだったら、ずっと一緒にいたいから結婚してくださいとかだったらいいのにねって思います。なので、プロポーズかどうかよくわからない言葉を伝えられた時の対処法としては、彼が結婚に向けて準備しているのか確認してみましょう。将来のことを話すようになったとか、子供のことについての会話が増えたなとかっていう場合は期待できます。あと、彼の仲のいい友達に聞いてもらうっていうのもおすすめです。そろそろプロポーズしたらとか、うまく聞いてもらって、もうしたよって答えたら、あの気になる発言はやっぱりプロポーズやったんやってわかりますよね。で、最後はもう直接聞いちゃう。一番確実で、聞くことによって、もしあれがプロポーズじゃなかったとしても、私は結婚したいんやっていう意思が伝わればいいなって思います。いつまでも曖昧なまま彼との関係を進んでいくのも嫌なので、はっきり聞いちゃうのもいいかなと思います。ということで、今回はなんとなくプロポーズについてお伝えしました。プロポーズされたかどうかわからないし、これからどう進めていけばいいですかなど、交際中の女性のお悩み無料相談もしております。概要欄のお問い合わせフォームからご連絡ください。他にもプロポーズに関する動画もたくさんアップしてますので、よければチェックしてみてください。プロポーズのご相談もブライダルナビで受け止まっております。相談は無料なので、お気軽にお問い合わせください。オンラインやお電話でも相談できます。全国のお客様のご対応をしております。店舗での相談をご希望の場合は、東京新宿店と大阪梅田店に店舗がございます。ご来店の際はご予約をお願いいたします。お問い合わせ URL は概要欄に貼っております。ブライダル TV のチャンネル登録もお願いいたします。コメントもお待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。